んにちは、モデルの中島咲希です。今日はシューマンさんとアニムスさんのショーにやってきました。シューマンさんのお洋服をお借りして衣装で着させていただいてます。普段モノトーンの服が多いので、今日は珍しく赤を着てみました。ベストにもなるみたいで、ここを外すとベストとしても着れたりするとお聞きして、途中でできたらしたいなと思っています。パンツは私も普段黒のワイドパンツ履くこと多いので、馴染み深いラインを取り入れてみました。軽いしジッパーも可愛いです。このジュエリーもシューマンさんのものなんですが、可愛いです。イヤカフもお月様になってます。ではお邪魔したいと思います。こんにちは。こんにちは、はじめまして、シューです。よろしくお願いします。モデルの中島咲希です。お願いします。ここでショーされる部聞きました、はい、そうです。クラブみたいなイメージなんですけど、提供してくれる方がいて、何かイベントやりませんかっていうのを去年ぐらいにお話をもらって、ちょっとランウェイとかどうですかって提案したらいいよみたいな感じだったんで、それが始まりでコレクション作ってったって感じです。去年の8月かぐらいから構想始まって、でここに半年ぐらい、そうです、半年間ぐらいかけて。夜は綺麗そうですね。そうですね、まあ、あっちからも光が入ってきて、はい、宮下パークにあるところで初めて来ました。そうなんです。もともと僕がそういうダンスの表現の世界にいたので、だからそこで何をしようかって考えた時に、クラブをコンセプトに渋谷で日常に溶け込むっていうようなイメージで作れたらいいなっていうのが始まりです。ここをベースにいろいろ考えたってことですね。そうです、そうです。逆にここをベースで考えたんで結構難しくて、でもクラブに遊びに来てるイメージだったらなんか自分もイメージできたんで、なるほど、なんかそういうイメージで作りました。そうです、そうです、そうです。では、はい、バックステージに行きましょう、はい、お邪魔したいと思います、はい、今これがフィッティング中ですかね、はい、シューマン、シューマンの空間、シューマンの空間になってます。今ヘアメイクをした人たちから着てってるって感じですね。最終チェック中ですね。で、あっちがウィメンズ、はい、アニムスがあるんで、お邪魔します。失礼します。結構メンズと比べて少ないんですけど、ブランド名がアニムスっていうブランドで、女性の中に存在する男性像っていうのを、僕から見た憧れる強い女性像っていうのをイメージして、へー、ブランド名をつけたって感じです。かっこいい。僕の中でそのかっこいい女性像って男性性がある人が多いイメージで、うん、あえてレディースを着てるんじゃなくて、あえてメンズを着てる、なるほどね、とかこう仕事に特化してたりとか、自分になんか目標ある女性とかはかっこいいイメージがあって、うんうん、メンズから見て女性に着てほしいデザイン、なるほどね、女性が見て女性の可愛らしさではなく、そう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 、男性から見た女性のかっこよさ。このジャケットとかもかっこいい、うん、刺繍が、刺繍が入ってて、今回のコレクションアニムスのテーマ合同でやるんですけど分けてて、ピナ・バウシュってバレエダンサーがいて、今回のテーマキャラクターで、その人がいつもジャケット着てでっかいパンツ履いて、でかっこいい、振り付け師なのに演出家っていうのが昔はタブーで、へー、それを崩した人で、その本人が着てるジャケットをモチーフに作った、うん、あ、そうなんですね。これ僕の母が描いた絵 で、 でそのピナ・バウシュがカーネーションっていう舞台をやってて、うん、で母からの愛っていうのでカーネーションを描いてもらって、なるほどね、で母に描いてもらって、ってね、そう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 、めっちゃ可愛いもん。これ見せたんですか、お母さん。今日来るんですよ。うわ泣いちゃいますよ。そう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 、泣かしにかかろうかな。泣かしにかかる家族が来るんです。なんか僕からのその愛をこう届けたいなっていう。届きます、きっと届けます。届けましょう、はい、っていう感じですね。はい、かわいいショート丈のスウェット。そうそうそう、なんかキッズパーカーみたいな。確かにね、結構短い、結構短い。なんか女の子ってこう子供服を買って古着屋でそれを着てるイメージがあって作りたかったっていう一品ですね。で、これは付け襟ですか。そうです、付け襟です。前がカラーになってて、うん、後ろはセーラーカラー、
かわいいなってます。ロゴも全部僕がグラフィックで作ってます。すごい、うん、チェーンステッチでめっちゃかわいいマロングだ。そう、マキシのコートで、結構女性が古着屋で結構オーバーサイズであんまり体に合わない服を選んでるイメージがあって、ピタッて体に寄せながら男性が着ても着れるし、一応女性が着ても着れるっていう。好きです。ちゃんと女性のために作ったコートっていうのを今回は作ってますね。これはワンピースですか？そうです、そうです。ちょうどバストラインの下ぐらいに作って、下はゴーディアンっぽく、女性が好きなラインだと思います。 A ラインもいいですね。袖もふっくらするんですか？そうそうそう、ふっくらして、割となんか女性だと使わないこの肘当て、本当だ、こうメンズって結構よく使うんですけど。そうですね、まあ、仕事する女性のこうデスクワークとかにここは肘が擦れないようにですね。これ着たいです、私もぜひ後でちょっと着させていただきます。っていう感じですね。なんかボリュームがだからちょっと少ないんですけど、なんでショーの中には混ぜ込んでジョイント的なショーにする予定です。モデルさん選びの、モデルさん選びは、はい、僕が好きな女性像に近い人を全部選んでて、お基本的にロングヘアかミドルヘア。確かに髪長いですね。そう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 、皆さん男性と女性の垣根が今なくなる時代なんで、うん、逆にその部分が僕はちょっと嫌で、うん、女性は女性性がちゃんとあって男性は男性性があってっていうところに洋服って一番象徴されるんで、なるほど、女性自身が憧れるというか、あの顔なりたかったとかありますよね、はい、あるじゃないですか。私もあります。いつもは海外のモデルを使うんですけど、なるべくちょっと近いアジア人を選んで、うん、いいですね、憧れれるように、憧れられる方々が、そうです、そうです、選ばれていると。スタイリングもあんまりこうすごく飛ばしたファッション性を強くするんじゃなくて、日常と非日常の間ぐらいを調整してスタイリングしてるって感じなんで、スイードジャケットはやっていきたくて、自分の中でメンズが着れないっていうか、着れるんですけど、そうですね、女性のためにならではのね、そうそうそう、デザインの中で外側は全部オーバーサイズで作ってるんですけど、インナーはその女性の体の隆起というか、うん、美しい丸い部分を強調したくて、すごいタイトなトップスばっかりにしてるっていう、強く出るようにデザインパターンしてるって感じですね。でもそういう女性が増えた気がします。そうですよね、インナーぴったり、外側アウター、アウター大きめ、がっつりな感じで、これも絞ってて、へえ、綺麗。うん、じゃあ、はい、本番を楽しみにしてください。楽しみにしてます、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日お疲れ様でした。めっちゃ素敵でした。ありがとうございます。もともと友人 で、まあ、音楽やるならもう彼らにお願いしたいっていうのを去年からずっと構想していて、ご連絡したら、まあ、即答っていうかやってくださって、で実現した素敵ショーミュージックであり曲であるっていう感じです、うん、かっこよかったです。クールめのね、ありがとうございます。この子はね、さっきからねクラブっていうところを生かして、まあ、ライブを生演奏でショーをやるっていうブランドさんは日本ではすごい少ないので、それを僕がちょっと実現したくて、やっぱ生で臨場感ある形で洋服も生きてるように見せたかったので、今回はそういう形を演出のポイントとして置きました。靴が印象的でした。お揃いで、そうですね、全部シューを、そうですよね、着ていただいて、この辺もツイードも可愛いですね。実はコラボレーションする、うん、で、この予定のアイテムに、パーカーもショート丈のですよね。そうかわいい、これはいいアイテムです。かわいい。後日発売されます。要チェックです。皆さんが作る際に
ゃん。自分の個性だけをやらない感じの、それぞれの個性を合体させて新しくできた感じでした。おお、楽しかった。そういう風にしたいなっていうのを話しているので、ぜひ楽しみにしといてもらえたら。楽しみにしてますって感じですね。要チェックですね。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。